紹介したビデオが話題になっていました。欧米では耳を掃除する習慣がないため、日本の耳掃除文化を見て驚く外国人も多いようです。そんなビデオには海外から多くのコメントが寄せられていました。数ヶ月前に耳掃除サロンに行ったらすごく気に入っちゃって、何人か誘ったけどみんな怖がって、グレッグだけが挑戦するよ、大好きなブランドリッスン、フレイバーが大好きなアニメとコラボしてるから原宿に見に来た、お店のソーシャルメディア用の写真を撮ってる、最後の1着を買ったよ、2着しか残ってなくて一瞬で売り切れてた、前回連れて行った友人は耳が綺麗だからつまらないって言われた、だから今回は耳垢が溜まってる人を連れてきた、私も1ヶ月耳掃除をしてない。グレッグは耳掃除してんの？たまにするけど、いつ掃除したか覚えてない。シャーラ。なんで、猫の毛が入ってるの？クモの巣みたいに毛が生えてるね。耳にクモがいたら嫌だな。気分がいい。リラックスできて、綺麗になった。グレッグ。自分で掃除するときも、変な顔になるから不安だ。汚いね。毛がほとんどない。コーヒーコーラ。これ美味しい。キャラメルみたい。みんな美味しくないって言ってるけど、すごく美味しいよ。海外の反応。傘の海みたいだね。俺も、ランマは大好きなアニメだよ。ランマは、初めて見た日本のアニメだった。シャンプーがお気に入りのキャラだった。アメリカにも欲しい。スーパー羨ましい。耳掃除のために日本に行かなくては、耳に溜まってるものを見られるのが怖い、耳垢がすごいから、ずっとクレッグの耳状態だよ、ヘッドフォンを四六時中つけてるせいかな、日本人フィアンセの耳掃除をよくしてたよ、あらゆる瞬間が好きだった、汚れてるほど楽しい、自分の耳が心配になってきた、考えるのも嫌だ、耳掃除をやる気になったよ、ありがとう。すごく達成感がある。女性はこの仕事が好きなんだろうか。いろんな人の耳を見るのは面白いだろうね。ビデオのおかげで彼らのビジネスが助かっててすごく嬉しくなった。友人と一緒に日本に行った時に掃除してもらいたかったんだけど、場所がわからなかった。次に行く時はここの場所を覚えてから行くよ。マジで耳掃除サロンに行かないといけない。日本でのハネムーン中にここに行ってみたい。信じられない。私も猫か犬の毛が入ってると思う。耳マッサージの部分を全部見てみていい。すごくリラックスできそう。見てるだけですごくリラックスできた。見ながら食事してた自分が信じられない。